中帽子かぶってそれなんで、なんで何も言えへんねんちょっと今日腰の調子があんまよう、なんでやんのそれ。いや分からんねん、昨日の夜ぐらいからなんか何かしたの。仕事ぐらいかな。いやだから仕事はそうやけど、仕事でちょっと重たいもの持ったとか無理したとか。うん、いや俺ちゃんと物持ち上げるときでも中腰やのでこうしゃがんで持ち上げるように気ぃつけてんねんけどな。なんか物で4つ持ち込むの。あんま、あ、いや、あのこれさほどひどくはないですけど、うん、やっぱまあぎっくり腰もなったことあるし、うん、でもヘルニアとかそんなんではない。ではないの。うん、ないない。でもぎっくり腰みたいなもんか。ほどなったことあるけど、ほど痛くはない。どないやねんな。なんかよくわからんねん。で、痛いの。あ、痛いは痛い。そやから自転車で来ようかな思ったけど、自転車で意外と腰痛なるやろ、ママチャリ。うん、やめた。やめた。あと、ほんで、なんか、テレビで見たら、南周辺は自転車、違法駐輪は即時撤去って書いてあったから。ああ、今日は特にな。今日特になんかあんの。今日は、今日はだからエベスさんやんか、今日まで。あ、そうか。そうやん。あ、そうか、そうか。1月。今日10日 ?11 やん。11やん。90、11やから、はいはい、今日まではやめてないから。ああ、それは特にそうなんちゃう、うんうん、めっちゃ混んでるやんか。行った行ってん。なんで混んでるって知ってんの。じゃあ、近くにおってん近く通ってきてん。そうなん、どこ今宮城ですね、堀子。今宮城です。あ、今宮城。昨日とかでも帰り8時じゃ昨日なんか10日やろ、まるまるその本宮城の時やろ、うんうんうん、10日8、まあ、8時ぐらいかなんかの夢の近く通って帰るもんだ。もう大渋滞してたね。ああ、うん、めっちゃ混んでるやん。あのへんな、車でも歩いてでもちょっと歩きたくないもんな、通りたくないもんな、あの山田電機のとこからずっと。そう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 。今も屋台とかできてるんですかね。あの辺やってるよ。今今年は復活してんねん。だんだん元に戻っていかんとな。うん、そやな。行く行く、いつも毎年。いや、僕現金商売ちゃうから行かないです。行かへんの。現金商売ちゃうかな。商売してるよ。飽きないではないんだよ。理屈こねんな、お前の。これでないじゃん。なんか言ったら失礼かなと思って。なんか冷やかしか思われへん。そんなこともないの。別に商売してる人ばっかりが言ってるわけじゃないんちゃうの、あんなもん。あ、まあそうやな。そうや、あれ家内安全とかもあるみたいな。そうやろ。あれってほんと神社によって違うの。ちょっとこの間誰かに聞いてん。商売繁盛の神様は商売繁盛の神様やんか、うんうん、でもその神社によって例えば今宮恵比寿は健康であったりとか、堀川はなんか、ね、学業とかなんか違うのがあるとか。嫁さんの大阪事務所が、南森にあるから、うん、昨日かな、堀川恵比寿に行って、うん、あ、ステッカー買ってきてくれてるけど、うん、そこにはかなり安全って書いてあったな。あ、そうなの。商売繁盛かなり安全。いやでもそれいろんなもんがあるんやろ。あんねやろな。ああ、そう、行ってんねやけどな。でも、俺は行ってへん。そうだ。だでも、エベスさんは基本はやっぱり商売やから。商売、商売。それはそういう感じだと思うね。うん、その中でも、なんか神社によって違うねとか言うてたから、え、そんなんあんねやって知らんかったから、俺分かれへんねんけどさ。あんのかな、うん、分かれへん。うちの氏神さんとか、なんか特に何も聞かへんな。なぜ、西宮で走ってんのだけは知ってるけど。ああ、福男。うん。ああ。で、走れや。知ったんやって。じゃあ結局あれでも前取れるかどうかって抽選だよね。抽選抽選で、うん、抽選で前が決まって後ろが決まって、後ろからはもう絶対勝てるわけないもん。まあそりゃそうやな、うん、でもなんか今年1位になったあの19歳の陸上部の子も、うん、なんかゴール寸前の映像を見てたら1着のやつがこけたみたいな。こけたな、うん、ほんであんなたかぼたかぼたやん。あれも運もだから実力のうちやねん。あ、そうやな。だからそれでええねんってなって、だからあの子余計にええことあるんじゃ、運があって1位になったわけやから。でそこで運を使ったかもわからんで、もうそんなこと言わないの。せっかく1位になってんねんから。そうそう、まあまあ、褒めたれや。いやいや褒めてんの、すごいな。褒めたれや。でもあれじゃあ、まあ、まあこんな言うたらこう原因悪いか分からへんけどさ、うん、あれみんなでバタバタバタってこけることもあるわけやろ。あるある。大怪我する可能性もあるわけやろ。あれって一筆書いたりしてるんですかね、怪我とかは。いやそれはないやろ。ないの。てかそもそもあれか、そんな行事で怪我したからって訴えてくるやつもおらんのかな、やっぱり。いや分からんで、今の時代分からん。今の時代分からんで、うん、いやもう分からんで
ほんならやっぱり一筆書いてもらわんと困るね。あんたんとこの玉砂利で滑って腕折ったがなとか言われたらそれ知らんがなとか言われへんもんな。走るからやって。でも普段はああいう神社は走ったらあかんの？そりゃあんまりよろしくもないね。禁止って書いてる？いや禁止とは書いてない。あれはあの日やから走っていいの？うん、そうやろうな。普段は走ったら危ないですって書いてるのかな？いや書いてはないけど、まあ、走るやつもおれへんやろ。まあまあその一般常識的なことで走らないでしょうっていう。でもそうやな、西宮恵比寿に行っていやここみんな走ってるとこやんと思って走りたなるやつとかおれへんのかな。でもあんな全力疾走はおらんのじゃん。それまあそこまではなくてもさ、ちょっと走ってみてこけたんやな今やつおれへんのかな。それは自己責任やな。それは自己責任。そう、でもだから、うん、なあ、あ危なないんかなっていつも思ってる。いや危ないわ、危ない毎年、うん、で、ほんの大怪我とかなあ、わたわたってみんな倒れてさ、うん、えらいことになる、またどうすんのやろって思いながら見てんね、うん、あの扉開ける人でもな、すぐ真横に逃げへんやろ。一回まっすぐ走ってから、うん、はけていくんやっぱり危ないもん。なんか、なんか考えてんやろな、なんで後ろまで走らせんねやろな。それだもう抽選上位3名でも決めたり、もうそれくじ引きで決まるだけの話やん。なあ、それ、それ別にいる。いや、だから10人ぐらい、ほら、決めてええやん。なんか、それなりのタイム測って持ってこいとかさ。タイムトライアルやったら、また走り方変わってくんじゃん。まあまあなあ。こう、やっぱりコース取りやろ。アウトインアウトで走って。みんなだから走るから危ないな、思わねえけど。まあ、ええよな、しゃあないわ。なぜ1人、走れ。走ろ走るみんなで、はい、じゃあみんなで行ったってせやけど、ほんまあれ誰でも前は選べんの？それなりの人だけが選べんの？例えばもうオーラみたいな全然わけのわからんおっさんが行って抽選したら前取れる可能性はあるのかな？いやそれは記念出走はできるでしょ。あ、そう、それはもちろんとりあえず一番前でバーって飛び出すことはできる。できるできる。目指そう、前で、はい、目標目指そう。頑張ります。